政様。お願い教えて、長政様がご無事かどうか。長政様は帰る、帰らない、帰る、帰らない、帰る。よかった、まだきっと長政様は大丈夫。一、ここにいたか。また花に願をかけていたのか。あ、長政様、お帰りなさい。貴様にはすまなかったと思っている。私とて叶うならばこの戦、織田勢として参じたかった。だが貴様がその調子では兵の士気にも関わるのだ。そのような暗い顔など即刻削除してしまえ。はい、長政様、ごめんなさい。ない、ある、ない、ある、ない。よかった、長政様にはお怪我がないのね。あら、イチ、花をめでていたのね。もろくて、いとけなくて、本当に弱いのね、あなたは。姉様、ごめんなさい。イチ、今は話したくありません。嫌われたものね。まあ、無理もないけれど。でも、イチ、それは見苦しいと思うわよ。長政のため、兄のため、あなたは何かしたのかしら。何もしていないのなら、わらわへの逆恨みはおやめなさい。一がしなければいけないこと、何度考えても答えなんて見えないの。ご報告です。兄様が、それ本当？は、我らを討滅すべく兵を揃えているさなかとか、中核と思わしきはかかれ柴田こと柴田勝家。柴田様、どなた？存じ上げないわ。何でもかつてひい様の兄上様に牙を剥いた狂人とか。そういえばいた気がするわ、そんな人。兄様に逆らうなんてすごいのね。噂ではその男をひい様に、いえ、何でもありませぬ、お忘れくだされ。とても嫌な感じがする。どうして？帰る、帰れない、帰る、帰れない。嘘、嘘よ、こんなの嘘。どうして？もう何度もやり直しているのに、どうして生きて帰ると言ってくれないの？長政様が殺されてしまう、一のせいで。やらなくちゃ、一がしなければいけないこと、たとえどんなことをしてでも長政様を守るの。何かしら騒がしいわね。長政、どうしたの、その格好。縛られるのが好みなの？そんなはずはなかろう。イチにやられたのだ。急に縛られ転がされ。イチが？どういうつもりかしら。
わからぬ。もう戦には出ないでくれと訴えかけてきたかと思えば、今度はこれだ。考えたくはないが、何かよからぬ悪に、いや、それどころではない。急ぎ戦場に赴かねば。はいはい、行ってらっしゃい。一によろしくね。一、以前のあの猿靴は、あれは一体どういうつもりだ。おかげで陣頭に立ち損れるところだったではないか。それでいいの？戦場にさえ出なければ長政様も死なないから。それを恐れて閉じこもる大将など悪の極みではないか。とにかくもう余計な気は回すな。分かったか、一。そう、まだ足りないのね。もっと尽くさなきゃ手遅れになってしまうの。一、一、近頃の貴様は少し苛烈に過ぎる。なぜ進んで血を浴びに行くような真似をするのだ。だって長政様が隠れていてくれないから。一が頑張らなくちゃ長政様が傷ついてしまうわ。一、貴様一体何を。お願い、長政様、一にやらせてね。絶対に殺させない、負けさせない、煩わせない。一、今度こそ絶対に守ってみせるから。打ちぬるは夏の夜の儚くも後の名を。そうそう、これでいいの。一が血にまみれることで長政様を救えるなら一は何だって。一、長政様。一、もういい、もう十分だ。一、長政様は下がっていて、一は長政様に危ない目に遭ってほしくないの。長政様の敵は一が全部取り払ってあげる。もういいんだ一、私は貴様が傷つくことを快く思いはしない。え、一が傷つく、弱いから。一が怖くて避けないから。ごめんなさい、長政様、長政様。一、ごめんなさい。私はお前を守る一人の男でありたいだけだ。ただ一人の。とうとう兄者が動いたか。将軍に味方した私を悪とみなすのも無理はない。ねえ長政様、このまま遠くへ逃げよう。兄様と戦ってはダメ。サイの草がそう告げているの。それはできる。
京極浅井の長として私はもう引けるのだ。長政様、貴様の言うその柴田とやらだったか。確かに兄者に歯向かうからには腕も立つのだろうが、この浅井長政、やすやすと打たれはせぬ。信じよ一、私と私が掲げるこの正義を。あ、待って、言ってはダメ。一を一人にしないで。長政様。お市様、お認めください。この今をあなたをお守りいたします。私なら全てを受け入れられる。いや、花をめずるあなたも、夜を抱くあなたも、なぜなら私は悪名、貴様ごときに我が妻は奪わせぬ。長政様、知ってる？今将軍様が兄様を責めているらしいの。む、そうか。いつの間にか乱世も佳境へと至っていたのだな。それだけじゃないわ。秀吉様や徳川様も歯を唱えに来てるって。おお、徳川殿もか。それは楽しみだな。長政様、一たちはどうする？そうだな、やはり我ら京極浅井軍、兄者の剣として正義を遂行するとしよう。うん、頑張ろうね、長政様。少し歩き疲れたね、長政様。浅井備前守たる者、弱音を吐くな。一。そうよね、ごめんなさい。一はもっとしっかりしなきゃ。一が全部守ってみせるから。だからいつまでもそばにいてね、長政様。ああ、いつまでも一緒だ、一。ふふ、